子供の頃から芸能界で活躍し、最近ではネット上でたびたび話題となっているテンチム。今回はテンチムのブレイクまでの軌跡を紹介します。彼女は現在キャバ嬢やバーレスクとしても活動している女性 YouTuber だ。中国の北京市で生まれたテンチムは日本人の父と中国人の母を持つハーフ。本名は橋本天花で、小学1年生で芸能界に足を踏み入れた。そんな彼女が有名になったのは小学5年生の時。 NHK 教育の天才テレビくん MAX にレギュラーで出演し、天花凛という愛称で親しまれるようになったのだ。黒髪ショートカットでボーイッシュな見た目に、大人になったら友達なんていなくてもいいといった大人びた発言。こうしたありのままの言動が人気を集め、子供だけでなく大人のファンも増えていった。そしてジュニアアイドルとしてグラビア雑誌や写真集に登場したり、ジュニアファッション誌ピチレモンの専属モデルになったりと、活動の幅を広げていく彼女。中学2年生になるタイミングで天才テレビくん MAX を卒業した後は、昼の連続ドラマ子供の事情で主演を務めた。ところが撮影途中にいきなり髪を染める、プライベート画像が流出してネットで炎上するなどの行動が目立つようになる。実はこの頃、人間関係や家族関係に頭を悩ませていたテンチム。その上、周囲からはどうしてこんなに変わったんだと叩かれ、感情のコントロールがうまくできなくなっていたのだ。やがて精神的にも辛くなり、2008年に芸能界から引退することに。そしてここから彼女のカリスマ性が発揮される。2009年から始めた個人ブログが同世代の間で注目され、女子高校生のファンを獲得。さらにテンチムという名前で読者モデルとして活動し、ファッションアイテムのプロデュースも担当した。なお、テンチムという芸名の由来は中学時代のあだ名だったテンチである。しかし最後に血がつくあだ名の人が多く、もっと可愛くしたいと考え、最後に M をつけたのだ。ちなみにポケモンのアチャモが好きだったことから、テンチャモも候補に入っていた。こうしてカリスマモデルとして再び人気を集めたテンチムは、12歳から14歳の時の日記を書籍化した中学生失格を発表。天才テレビくんの出演中に父親を亡くしていたこと、包丁を手にした母親に追い回されたことなどの事実が話題となりヒットした。そして2014年には映画最近妹の様子がちょっとおかしいんだがで主演に。さらに2016年には YouTuber としての活動もスタートさせ、ゲーム実況のチャンネルを中心に人気を集めていった。こうしてあらゆるフィールドで活躍するテンチムだが、2020年にある出来事で世間を騒がせてしまう。 YouTube で自分の努力でバストアップしたと商品を紹介していたのだが、実は包茎手術を受けていたと発覚したのだ。この事実を認めたテンチムは、極めて軽率な行動だったと謝罪。そしてこれまで販売した商品は返金すると伝えた。ところが購入者に対する損害賠償金を支払えるお金は手元にない状態。そこで平日は銀座のクラブでキャバ嬢として、土日は六本木のショークラブでバーレスクとして働き、借金返済のために汗を流している。一方で YouTuber としての活動も継続中だ。そのチャンネル登録者数は160万人を超えている。こうした波乱万丈な生き方をしているテンチムが、最後まで信じられるものとして挙げているのは家族。両親から愛情を受けて育ったが、父が亡くなった時に、親が死んだ後では絶対に親孝行できない、できるだけ家族をサポートしてあげたいと実感したのだ。そして自分のせいで家族を振り回してきたとも感じている彼女。弟がやりたいことを見つけたら手助けをしたい、母親にも残りの人生を存分に楽しんでもらいたいとも考えている。カリスマ性を発揮してジュニアアイドルやモデルとして活躍し、現在は自身の過ちを反省しながら、商品の購入者や家族を思い続けて働いているテンチム。彼女の勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。